ドカーン。さあ、いよいよ開幕まであと10日を切りましたね。鹿児島ユナイテッド FC 応援部、ユナイテッドサポーター部をお届けいたしましょう。さあ、今週ね、ちょっと心配なニュースが入ってきました。鹿児島ユナイテッド FC のトップチームの所属選手1人が新型コロナウイルス感染症で陽性診断を受けたというニュースが入ってきて、我々報道陣もですね、今週はインタビューや取材に伺えてない状況です。その中で、やはりね、田上応援リーダーの声を聞きたいじゃないかということで、実は今日は田上応援リーダーに開幕前のチームの雰囲気や現状ですね、そして J リーグシャレンアウォーズについて、さらに去年最優秀賞を獲得しましたスポーツ PR カンファレンスについてなどなど伺ってまいりました。どうも、鹿児島の元気印こと鹿児島ユナイテッド FC 応援リーダーの田上豊です。よろしくお願いします。感謝感謝、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、田野さん、いよいよ開幕まで10日切りました。いや、いよいよ始まるんだなっていうのと、まあ、本当にシーズン終わってまた開幕かっていう、この期間すごい短いなっていうふうに感じるん でそういった中で、まあ、今年は選手が、まあ、半分ぐらい入れ替わって、で新たな監督も来てっていう中で、すごいこうチームをまとめるっていうところで、これだけ選手も変わるのは難しいだろうなっていうふうに思ってたんですけど、うん、思った以上にやっぱりこの選手たちのひたむきな姿勢と監督のチームをこう一つにまとめる力っていうのをすごい、僕がこう今まで見てきた中でも、こんな短期間でチームがこれだけこうまとまるんだっていうぐらいこう熟成してる感じがするんで、まあ、そこにすごく期待を僕は抱いてます。本当に開幕が待ち遠しい中で、まあ、ちょっと今週はコロナ陽性者が一人出てしまったというニュースが入ってきてますけれども、この開幕の大事な時期、チームの雰囲気とか田野さんから見てどうですか、状況とか。まあ、僕自身そのどんなこともポジティブに捉える人間なんで、まあ、そのコロナで例えば陽性者が一人出て、うわピンチだって思う人が多いと思うんですけど、じゃなくてそういう時だからこそ、そのもう一回こうチーム引き締めてまとめてっていうチャンスでもあると思うんで、だからこう今までキャンプですごく体だけじゃなく頭の方も追い込んできたと思うんで、まあ、いい骨休みになってまたリフレッシュして、こう新たな気持ちで開幕までグッとギアを上げていくっていう時間に逆にできたんじゃないかなと思うんで、コロナの感染症対策、まあ、いろいろ医療従事者の方々とかいろんな方がまあ最前線で頑張ってる中ですから、その感染症対策とかそういう呼びかけもそうですし、まあ、我々がしっかり先頭を切ってやっていくっていうのは引き続き継続して続けていきたいなというふうに思ってます。はい、そのポジティブな気持ちで開幕までまたみんなで一つになって、サポーターさんもすごい応援のメッセージとかたくさんツイッターとか見てると届いてますね。いや、ありがたいですよね本当に。だから鹿児島昨年もそうでしたけど、まあ、順位こそ過去最低順位っていう中で、そんな中でも、試合の観客動員数っていうところは J3 1位っていう、まあ、本当に他の J リーグチームからなんでって言われるぐらいのお客さんの熱い応援を感じながら、まあ、やっぱりこれあの人たちを笑顔にしなきゃねっていう1年に今年は絶対したいって思ってるんで、みんな、まあ、そこだけをもう本当に見て頑張っていきたいなと思ってと思います。僕もですし選手も、はい。まあ、でも開幕戦でしっかり勝ち切る、ホームで勝つ、ホームで開幕戦ができるっていうのが非常に大きな意味があると思うので、まあ、多分ものすごい硬くなると思うんですよ。正直開幕戦って技術云々戦術云々っていうよりは、どれだけその勝つんだ、みんな笑顔にするんだって気持ちが強い方が上回る、勝つっていうことが多いので。いや、熱い気持ちを今田上さんも伝えてくれました。なんか気持ちがどんどん私たちも上がっていくところですが、上がるといえば実は応援リーダーを応援する企画もあるということで、この時間ご紹介させていただきたいと思います。はい、 2022J リーグシャレンアウォーズっていうのがスタートしていて、これは J リーグクラブ58クラブが行う素敵なシャレンっていうのは社会連携活動、こちらに投票して応援するという企画になっています。鹿児島からはなんと田上豊応援リーダー、未来の天下の大将軍、こちらをねみんなで応援したいなというところなんですが、
これどんな活動を主にそのもうざっくり言えば田上豊っていう一人の人間の活動を通して、社会貢献をユナイテッドは必要っていう感じなんですけど、で今回はまあ、コロナで飲食店がすごい大変になってるじゃないですか、はい、まあ、テレビの番組を通じて、テイクアウトのメニューを皆さんが一生懸命考えられてるテイクアウトのメニューを、まあ、僕がリポーターとして行って、でこんなに美味しいご飯をこんな思いで作ってますよっていうのをこう県民の皆さんにこう発信していって、どんどんこう飲食店の今頑張ってる方々がこう潤うようなというか少しでも助けになるような企画をやらせていただいたり、あとはそうですね、公式 YouTube を通じていろんな方々にこう鹿児島の良さとかそういうものを発信していくっていうことだったりですね、その僕の活動、今やってる活動をですね通してユナイテッドはこれだけ県民市民とつながって盛り上がってるんですよっていうのをこう今回シャレに出してくださいましたけど、はい、でユナイテッド FC っていうチームはこのサッカーを通して鹿児島にある意味もそうなんですけど、県民市民の皆さんにこう本当に元気を与えたい、勇気を与えたい、子どもたちには夢を、県民市民の皆さんには明日頑張る活力をっていう存在になるためにこう存在してるチーム、人だと思ってるんで、だからそういったところをやっぱり前面に押し出して、どこの J リーグクラブにも負けないぐらいの、その地元に愛されるチームに、地域に根ざしたチームになるように、今まだまだですけど一生懸命頑張らせてもらってる最中でございます。はい、鹿児島の松岡修造さんみたいですね。いやいや、そんなことないですよ。僕はもうでもコロナ禍で結構リスペクトしてる一人で、人に元気を与える存在そのもの、もう松岡修造さん見たらみんな元気もらえる、元気をもらえる人だってあるじゃないですか。なるほど、ぜひね皆さん鹿児島の松岡修造さん、田上さんに投票をぜひお願いしたいと思います。これいいねを押せばいいんですかね。これはですね、それこそシャレンの、ツイッター、公式ツイッターがありまして、そこにその活動が紹介されてるんですよ。はい、それをリツイートしたら投票になります。リツイートしたら投票になるんだ。そうです、はい。ぜひじゃあそっちを皆さんリツイートいただいて、応援リーダーを応援していきましょう。ハレンで検索お願いします。ハレンですね、わかりました。去年で言うとスポーツ PR カンファレンス2021でユナイテッド地方が最優秀賞に選ばれたじゃないですか。あれって最優秀賞っていうのは一番いい賞ってことですよね。そうですよ、一番最高峰の一番いい賞ですから、いろんな競技のスポーツチームが参加しての最優秀賞なんで、すごいな。撮影秘話でもないんですけど、うん、本当に夏の、屋根も影もないグラウンドで営業のスタッフだったり、それから徳重代表も直々にカンペを持ったりして一生懸命撮ってましたよ。そうなんだ。朝の7時で昼の12時、夜の7時に、選手たちが自らこう自分をアピールすることを考えながら、何曜日の何時ですっていう、こう PR をする、選手の PR もできて、そしてチームの PR にもなって、でその選手個々のこういう人なんだっていうのも知れて、すごい結果的にあんまりお金もかけてないので、うん、実際のところ、うん、労力はねかかってますけどね。だからそういった部分も評価につながってですね、賞をいただくことができたっていう、はい、ユナイテッドはサッカーだけじゃなくてそういうことも頑張っていらっしゃって、まあ、今回の、シャレンアウォーズもですね、ぜひこれもね皆さんに応援いただいて、ぜひサッカーと一緒にこういう活動もこれからも田野さん頑張っていってくださいね。そうですね、また逆に皆さんからこういう活動したらいいんじゃないですかみたいな、このアイデアもねもらえたら、なぜかって鹿児島ってやっぱりみんなでこう作っていってるチームだと思うんで、うん、我々だけで考えてみんなに押し付けてやるっていうよりは、皆さんからいいアイデアがあればそれを取り、いいのがあれば取り入れて、しっかりこう県民市民の皆さんにこうユナイテッドと一緒に何か楽しいことをできればとも思ってる。
はい、ぜひぜひそういうアイデアとかもお待ちしてます。今シーズンもじゃあみんなでサポーターさんも地域鹿児島もユナイテッドもみんなで盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあではあっという間の時間ですけれども、最後にもう開幕直前です、サポーターの皆さんに田野さんから一言お願いします。はい、毎年毎年ですね、J3 優勝 J2 昇格と、言葉で言うことは簡単なんですけど、まあ、我々鹿児島ユナイテッドFC本気でいつもその掲げた目標公言したことを目指してはいるんですけど、相手ありきのことなので絶対にっていうことはすごく言い切れない部分もあるんですけど、今年こそ一回僕が見たことある J2 昇格っていう瞬間、そして J2 リーグっていう素晴らしいリーグ、まあそこにですね早く行きたい、達成したいっていうところが本当にあるので、そのためにはですね、毎回もなんかセリフみたいに聞こえちゃったら本当に申し訳ないんですけど、県民市民の皆さんの応援とかサポーターの応援とか、本当にそれが選手の力に変わりますし、その後押しがあるからこそこう喜びも選手たちも僕らも倍になりますし、僕らだけで成し遂げても喜びってそれだけしかなくて、皆さんと一緒に、大勢のサポーターの皆さんと一緒にこうやっぱ成し遂げた目標とか結果っていうのは、より何倍にも何百倍にもこう喜びって膨れ上がるものだと思うんで、ぜひ鹿児島の県民市民のこのユナイテッドというチームを一緒に J3 優勝、そして J2 昇格、目標を一緒に達成していきましょう。ぜひスタジアムに足を運んでいただいて共に戦いましょう。よろしくお願いします。もうユナリク行きたいと思います。ユナイテッドリクエスト、はい、田野さん今日はどんな曲を一曲選んでくれましたか。今日はですね、長渕剛さんです。やっぱりもう年間通してこの気持ちでっていうことで、キバイアンセ、年間通して今シーズンも気張っていきましょうということで、今日は田上応援リーダーでした。ありがとうございました。